ごきげんよう、リオロスです。それでは本日も金色のコルタ3やっていきましょう。はい、無事大会は終わったわけですが、あんだけみんなを感動させたにもかかわらずファンが一人も増えていないやっぱ対戦相手泣かしちゃったのがダメだったのかな。もう号泣してたもんな、対戦相手。うわーって、やっちゃったよあの高校みたいな感じで、多分僕らすごい悪者になってんだろうな、きっと。で、メールが届いている。誰だろう、腕を折った人かな。折ってはいないか。大宮くん久しぶり今日君の演奏を聞いたよ。はい、なかなか興味深い演奏だった。全国大会でまた君の演奏を聴けるかと思うと楽しみだ。え、それだけ？これから二人でなんか祝勝会やろうよみたいなないの今からおいでみたいなないの？行くぞ今からでも行くぞ、抜け出すぞ。さて、じゃあ明日からもうまた新しい生活ですね。うん、まあでも稼げる曲はあるんで、いつでもただあのりっちゃんが本気で弾けるのかわかんないけど、うん、じゃあやっていきましょうか。こっからどうなるんだ、楽しみですね。てか自分の技術力をちょっと停滞してたから上げていかないといけないんだよね。うん、まずは説明会。地方大会2日目、今日も朝から大会が行われているはずだ。ああ、そっかそっかそっか。だがもう時計は11時を回ろうとしている。みょうがくんの学校が今日か。やれやれ、また遅刻だ。なんで君いるんだいなんで君いるんだい君部外者だろ。他の受け部の連中はもうとっくに会場についているだろう、ね。あ、そうっすか。なんで置いてかれてんの私。みんなひどくない？しょうがねえだろ昨日の今日で疲れてたんだよ。そうだよ、もう全力の全力を出したからな。うん、特に今日やは頑張ったよな。うん、言い訳はみっともないぞ他のアンサンブルメンバーだって同じだろ。いや違うって、違うって、抱えてるもんがだいぶ違かったって。うるせえやつだなだったらお前はさっさと先に来てりゃよかっただろうが。喧嘩しないの。京也とニアの言い合いを見て喧嘩を止める。あ、あった喧嘩はやめなさい。何を言うんだ、喧嘩じゃないさコミュニケーションだよ。やめて。こうやって互いの距離感を測って友情が深まるんだよ。なんか殺伐とした測り方だな。深まるわけねえだろ。そうだろうああ、この分じゃ午前の部見んのは無理だな。ま、午後から見りゃ十分。うわ、なんかフラグっぽく聞こえるな。もう午前の間にとんでもない演奏が多分やら開かれていて、お前たち午前やばかったぞみたいな、そんな感じになるんじゃないの。やば、春から電話だ絶対怒ってんぞそりゃそうだ。京也先輩、お一緒ですか。はい、一緒です。ああ、悪い悪い、もうすぐ会場着くとこ。うん、ちょっといろいろ事情があってさ。これはなんかあったな、やっぱりやばいですよ、今の演奏やばいですよみたいな感じじゃない。事情はどうでもいいです。ああ、そうでもなかった。急いで来てください。普通に怒られた。急げって、別にそんな慌てなくたっていいだろう。どうせ全国に来んのは午後の勝負で勝った方だし。いや、もう午前で決まっちゃうぐらいのレベル差なんじゃないの。そんな悠長なこと言っていられる状況じゃないんです、うん、きっとそういうやつだ。このままだと、うん、午後の部は、あ、ほらほらほら、ないかもしれない。やっぱり圧倒的勝利で、うん、有無を言わさぬ。え、それってどういうことだよ。ってことだよね。で、拮抗、勝負が拮抗してたら午後にもつれ込むってことが多くなって、なんだかんだで午後もやってたって話だったもんね。うん、なんて聞くのは後でもできるか。おう、わかった、急いでいく。相手高校がだらしないんだな、きっと。一体何があったってんだ。いや、もう大体わかるから、もう完全に予想ついてるから、うん、ほらもう泣いてるよほらああ、昨日と同じパターンだ。もう私バイオリンなんてやめる。ああ俺のせいで、俺のせいでってやってたんだ、やってる。すいませんってやってる。何があったってんだ。みんなあれだろうな、四つん這いになってもう床叩いてんだろうな、チキショーって。やだ。おお、ハランド。やだ。いたな、そういえばこんな人。
僕はもうステージになって出たくない。あなたが負けたの？あなたそういう役だったの？かませ犬的な立場だったの？無理にステージに引きずり出すなら、うん、僕はここで死ぬ。お前は何を言ってるんだ？お前は何、君落ち着きなさい。お前は何を言ってるんだ？君が出なければ、うん、歓迎台付属は危険になってしまうよ。歓迎台危険？うん、危険だろうな。いいよ、危険なんていくらでもするよ。うわぁ、あんな恐ろしいところに。何これ？もう二度と立ちたくない。え、どんな演奏すんの？対戦相手の五感を失う演奏とかするんじゃないのこれ？もう暴れの勝ちでいい。ああ、あの悪魔みたいな連中が優勝でいいじゃないか。おい、どうした？落ち着け。困りましたね。落ち着け。これでは。いや、いいんじゃないの、危険なら危険で。うん、やれやれ。先週生命絶たれちゃうからね。あっけないですね、明賀部長。おお、日渡り隆へ。あれが東日本大会の前年度覇者だって言うんだから。あ、そうなんだ、前年度か。レイジ君、ダメじゃない。もう少し他の学校の生徒のことも思いやってあげない。思いやってあげないと。それは手を抜けって言ってることですよ、先生。あ、先生じゃないんだっけ、理事長だっけ。思いやったさ、たとえ相手が弱者で。そう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 、全力で対するのが、そういうものです。そりゃそうでしょう。うん、奴はバイオリンを弾き続けるだけの執着を持っていない。凡俗な演奏家だ。悲しいなアラン。ならばさっさと楽器を捨てさせた方が奴にとっても幸福だろう。だからあの僕のあのなんだあの仲良くなれる男子メンバーの中にいなかったわけだな、うん、アランは。あんなに濃かったのに。そんなことを言っていると敵を作ってしまうだけよ。敵作ってしまうわよ。まあまあ、三影さん。わあ、なんか強者しにしかいないな、本当この学校。地方大会を勝ち抜けたんですから。やばい人たちしかいないな、本当に。せっかくの全国大会出場、うん、おめでとうって言って祝福してほしいな。おめでとう、私が言ってあげるよ。部長、お疲れ様でした。宗介、帰るぞ。車を用意させる。なんだろう、宗介を見るとなんかトマトを食べたくなるんだよな。なんでだろう、はい、なんでだろう、なんで待てよな。お前ら一体何やったんだよ。何やったんだよって。演奏者にどんなことを。演奏したんだよとしか言いようがないでしょ。演奏しただけだって。お前は、うん、いつかの三下バイオリニスト。なんでそこだけ用事であんの。最も身分の低いもののこと。なんだそのいいざまは。なんだそのいいざまは。喧嘩うんのも大概にしろよ。ああ、でもいいね、こうやって、うん、対立してくれればまたきっと京也は、うん、本気を出してくれるから。きっと次の大会も、うん、頑張ってくれるだろう京也は、うん、誰だお前は。お前こそ誰だ。無礼な口を聞くな。放っておけ。頭の弱い犬ほどよく吠えるものだ。言ってろ言ってろ、覚えてろよ。どけ、貴様に用はない。そうだ、きっと用があるのは私だよ。妙賀レイジの用があるのは私だからな。京也と妙賀のやりとりを見て妙賀に説明を求める。京也を止める。いや、説明は見た目で大体わかるから京也を止めよう。いや、やめるんだ京也。挑発に乗った方が負けだ。おお、ちょっとクール。何があったかって、うん、こいつらに聞いたって答えるはずもねえし。いや、雰囲気でわかるから。今日のさっきのアランを見ればわかるから。ただの前哨戦に過ぎ。はい、全国の頂点で頂点俺は待つ。え、もう頂点大会なの次。貴様も必ず勝ち上がってこい。え、この俺に。あ、打ち砕かれる。あれ、じゃあこの学校とは最後、最終戦。俺を失望させる。もう次ここかなと思ってたんだけど違うのか。妙賀レイジ、驚かせてしまったみたいだね。うん、せっかくのステージなのに。あ、そうだ、彼なら答えてくれんじゃないの普通に。本当は君にも、うん、演奏を聞いて欲しかったのだけれど。そうだよね、大変申し訳ない。それは本当に申し訳ない。その機会は
これからも何度もあるだろうから。うん。まあ今日はいいか。今日いいか。じゃあまたね。またね。では、はい、俺も行かなきゃいけないんで。そう、そうすけ本当に演奏しないで終わるの？演奏しないことも何？恋の音育める。あんた大丈夫か？アラン。よりによってなんてやつに声かけたんだ。他にもいただろう。僕は、うん、バイオリンを持つことなんて許される人間じゃなかったんだ。そこまで、そこまでなの？僕はもうバイオリンやめるよ。あーあー、なんてこった。おい、くそ、なんだってんだよ。ほう、やめるだなんて簡単に言うなよ。どんなレベルだったの？そんなに団地だったの？そうか。うん。天音学園とあったのか。はい。会場入っていきなりだぜ。なんかやたら新規臭いやつらもいるし。ああ、そっか。一体何だったんだよ。りっちゃんは見たんだもんね、現場を。まあ、天音の演奏を聞いてないなら、わけがわからなくても仕方ない。聞かないで済んで羨ましい。羨ましいの？あんな苦しい思いをしなくて済んだから。ちょっと待って待って待って。あなたたち一応プロの演奏とかも聞いてきたんでしょ今まで。ねえ。それよりもやばいってこと？苦しい、羨ましい、はっきり言ってほしい。そうだ、はっきり言え。天音の部長、ミョーガレージのマイストロフィールド。あ、ミョーガレージのマイストロフィールドがやばかった。あれがもし、うん、マイストロフィールドと呼べるものだとしたら。マイストロフィールドというのもおこがましいみたいな感じの。何が出てきたんだあいつのマイストロフィールド。鬼でも出てきたか。天音学園が出てくるまでは、うん、昨日と変わることのない、うん、ごく普通のコンクールでした。ハルキュンいたのか。特に天音学園に注目する人もいなかったし。なんで歓迎大付属の圧勝だろうと思われてました。歓迎大付属は去年、そっか、関東だかなんだか優勝してるからか。それがアランあらどうだい、聞いてくれたかい、会場のベイビーたち。うわやれやれ、歓迎大付属の有利は変わらず。いや、フラグ立てすぎだよ、あなたたちも。あんな外見の割に、あんな外見、審査員受けのいい安定して癖のない演奏だ。あんな外見言われとる。安定して癖のないってことは、まあなんだろうな、めんどくさい相手になりそうだ。さして、そんなに褒めるところもそんなにないってことじゃないの？強敵ですが、感動することはないってことじゃない？受けて立つにはいい相手です。無難にまとめてきやがったぜぐらいじゃんってことでしょ。あと何個だ？課題曲は次の学校でラスト。しかほら、ラスト、天音学校ラストが一番強いんだって。このゲームラストを引いたら勝ちなんだって。彼らはステージに上がるまでは。いや、あの一番右の人、そのままステージに上がっちゃいけないと思うんだけどな。絶対君、帽子を取りたまえって絶対言われるよね。うん。弦の課題曲、うん、ビバルディの冬。はい。その第一楽章は、凍てつく吹雪。え、なに、凍てついたの、あの人たちは。いくらあがいても逃れることのできない。はいはいはい。冷たい絶望を表した。なるほどね。なるほど。歯の根も合わず。うん。身を切るような痛みにただ震えるしかない。てか、私はっきり言ってくれって言ったのに前置き長いな君ら。天音の演奏は会場に逃れられない死の恐怖を生み出しました。何それ、何それ、高校生の演奏でそれだったらプロの演奏聞いたら死者が出るぞ。この夏の盛り、おい、空調の整っているホールの中、うん、頭では分かっているのに。なんだなんだ、一瞬で僕たちは死と隣り合わせの極寒の夜に連れて行かれたんです。やばいだろう、ビバルディそんな曲作っちゃったの。これはちょっと天音学院よりもビバルディにちょっと罪があるよこれ。要するにマエストロフィールドってことだろ。ああ、それなら昨日のリツだって。俺のものとは質が違う。質が違う。確かに東土にいるのだと、うん、五感のすべてに訴えかける。あ、やっぱり五感を五感に訴えてかけてくるんだ。やっぱり五感なんだ。表現力だった。やばいやばいやばい。
沈黙が降りる。みんな黙ってしまった。対戦相手を音楽をやめさせてしまう、五感を奪うプレイだけど、そんなんにビビってたってしょうがねえだろ。さすが京也さんです。ともかく、地方大会は終わったんだ、帰ろうぜ。いやでもね、多分京也もね、五感を奪われるんだと思う、これ。で、京也が五感を奪われたんだけど、奪われてもきっと京也は立ち直って、なんか天衣無縫が開花するんだよ、きっと京也の。そうですね、頭を切り替えて、これからのことを考える必要がある。京也先輩にしてはいいことを言いますね。まあ僕ら聞いてないしな。僕ら聞いてないからな、それ。ほんと可愛げねえな。あれって新た。おーい、新たはいつも元気だな。さて、そろそろガン虫。それはちょっとひどいと思うよ、京也くん。待って、帰るなってば。そこの清掃の人、うちらが勝ったのは新たのおかげでもあるんだからな。やっぱり、おう、はるちゃん、それから清掃の人たち、あいよ、久しぶり、じゃないな、昨日ぶりだな。昨日ぶり。あいつは大丈夫か。偶然だね。シロは大丈夫か。みんなで公園を散歩中。はい、でも帰るとこだよ。水島、突然走り出して一体どうしたって。熱い、今一番熱い部長は清掃学院の皆さん。あ、こんにちは。昨日はついコテンパンにして申し訳ない。これはすいません。どうも。これどうも。昨日はありがとうございました。ありがとう言われた。ありがとう言われてしまった。こんな風にもう一度会って話す機会があるなんて思いませんでした。大人やの、ゆきひろ。僕たちは全国大会に出ることはありませんが、あなたたちのことを応援しています。まあそうだよね、うちらに勝ったんだからお前優勝しろよっていう流れだよね。頑張ってください、僕たちの分までいい演奏をしてください。あいよ。応援してくれる八木沢に対して礼を言う、恐縮する。頑張る。頑張る。ありがとう。上がるんだ八木沢。頑張れてよかったんだ。司令官はこれからどうするんだ。どうすんの。公園にただ観光に来たという様子。どうすんの。どうする、うち来る。ああ、僕たちは昼食の約束があってここで待ち合わせをしているんです。ほう。昨日中学時代の僕の恩師が演奏を聞きに来ていて中華街に誘われたんです。それなんか僕の知ってる人だったりしない。大丈夫、気落ちしてるだろうと心配してくださったのかもしれません。ホルダ2の人じゃないの。確か中華街ってこの山下公園のすぐ近く。それがあるかなんですよね。それがあの先輩か。通りを入ればすぐそこだ。なんか悩んでたもんね。自分たちの子を応援していいのか、清掃学園を応援していいのか、ああどうしようって言ってたもんね。けどそんな用事があるんじゃ俺たちはここで退散した方が良さそうかね。一緒にご飯食べようよ。あっちは辛いかもしれないけど、せっかく会えたのに。一緒に食べようよ。残念ですね。あ、やっぱりそうだ。やっぱりそうなんだ。ここの先生だったのか。ごめんごめん。わけえ。先生には見えねえ。こんにちは。清掃官の生徒だけじゃないの。そっちにいるの。昨日会った清掃学院の生徒。すいません、おたくらの生徒さんをボコボコにした清掃学院です。通りで数が増えてる。すいません。すみません、日原先生。日原先生。驚かせてしまって。なんか用事である。わざわざ用語辞典がある。八木沢の中学時代の恩師でトランペットの指導を担当した。あ、そっか、トランペットだったもんな。そうだそうだ、1作目2作目の登場キャラクター。一応3から始めた人にも分かるように説明してくれてるんだ。なるほどな。いいよいいよ、日原先生。謝らなくたって、人数多い方が楽しいでしょ。相手ボコした相手でも楽しいですか。そっか、昨日同じコンクールに出たから仲良くなったんだ。ボコされて仲良くなってるってすげえな。いいよねコンクールって。おう、こういうことがあるから俺大好きなんだ。せっかくだから、おう、君たちもいいんすか。いいんすか。昨日床に頭叩きつけて号泣してた人いたと思うんですけど、大丈夫ですか。一緒に行って
おごるからさ。おマジで。エトー君と二人で。あいや行くす行くす。は？俺も？えこの人も先生なの？だってオケ部の後輩だよ。OB としてかっこいいとこ見せなきゃ。かっこいいとこ見せてくださいよ。見たいなかっこいいところ。袖触れ合うも多少の縁っていうぐらいでしょ。みんなで行こうよ。ちょっとした出会いや出来事も前世の因縁を表しているということわざ。そうなのか。そうだったのか。ちょっと待ってください。おお、笹かま。今日は俺たちの残念会やるんです。残念会。残念会に暴行した相手を呼ぶ。それなのに勝った方の相手と一緒ってのはさすがに気まずくなりそうなんですけど。いや気にしてんのはお前だけだぞ多分。残念会。笹かま、おい。違う違う。よく頑張っていい演奏したね会だよ。さすが日原先輩。いいねポジティブだね。うん、だって俺すっごく感動したよ。そうだよ、聞いてた人みんなすっごく喜んでた。そうだよ、踊ってたろ日村の演奏で。なんか女の人たちが。残念なことなんて何にもないよ。体が勝手に動いちゃうみたいなこと言ってたもんな。そうですか。そうですよ、先生にそう言っていただけると安心します。てかもうこんだけの人数怒れるって儲かってんだな。やっぱりコンクールに出てよかった。うん、他の人の演奏を聞くことがこれほど勉強になるとは知りませんでした。おお、参考になったか。そうだよね、私の演奏は。わかるよその気持ち。まだ学びたいことがたくさんある。うん、穂積や伊織や水島、後輩に伝えたいことも。まあ彼らはね来年があるからな。仙台に帰るのが惜しいくらいです。八木沢先輩も先生になればいいんだよ。先生になろうぜ。向いてるよきっとこの人。うん、もう少しここにいてほしい。わかるわ、残念だ。仕方がない、未練たらたら。そう言っていた。もう少しいてください。とても嬉しいです。おお。ですがもう少しプギャーさせてくださいよ。ねえ八木沢くん。うん、せっかく横浜に来たんだから。あ、もうしばらく合宿していくね。残ってくれるんだ。なるほど、そうだよね、残らないと恋の音を育めないもんね。そうだよね。大会で他の子たちの演奏を聞くことは、うん、きっといい勉強になるから。そうですよ、そうだよ、聞いていきなよ。でも先生、合宿するにも宿舎が。あ、うちの寮が。うちの寮3人しか住んでないんですよ。清掃学院の寮に泊まればいいよ。来たー。俺が学生の頃来た。友達いたけど、すっごく広いよねあそこ。そう、すんごく広いね。なぜか3人と猫1匹しかいないんですよ。そんな安請け合いして理事長がなんていうか、俺は保証できないぞ。理事長、今の理事長誰なんだろう。大丈夫大丈夫、友達なのかな。もっと演奏したい、うん、音楽を奏でたいって子がいるんだよ。ああ、もう清掃学院はそういうの弱そう。ダメだなんて言ったら、あ、パータたちが黙ってないって。パータたち来たー。音楽の妖精シンプル。え、それの説明をしてくれないの。1と2をやってない人のための。1と2に至ってないの。清掃学院に救っている妖精たちってないの。ファータ、ファータを知らないの。と知らないのか、他の学校の人たちは。でも、もしも本当に。いや、それは清掃学院有利すぎないか。頼んであげることはできるよ。おお、なんて頼れる先生になっているんだ。俺たちの先生が、うん、俺たちにしてくれたのと同じように、若いみんなの力になりたいんだ。ほうほう。先生。先生。ありがとうございます。早くご飯食べに行きましょう。お腹ペコペコです。じゃあ、もしかして。うん、君ら帰れないよ。清掃学院。おい、いた！いるじゃん。合宿。いいのか？お前はいいのか？お前なんか思うところないのか？ビバとか言ってるけど。俺、寮生活って初めてだよ。おう。今年の夏はハイパーだ。朝5時からラッパ吹くなよ、お前。ん？ああ、いた。ごめん。いい話の。そうだよ、お腹すいたろ。うん。でもまずは。腹ごしらえからだね。行こうぜ、あの1と2で、コルダ1と2でよく行ってたあのサイゼリアみたいな店。行こうぜ。中華街に行こう。中華街か。おすすめの店、たくさんあるんだよ。中華街か。あなたの誕生日に使ったサイゼリアじゃないの。行ったでしょ、あなたの誕生日に。中華街か。すげえ。すげえ。洋館か。ようこそ、ウェルカム。でかいな。
今日からこの人たちと一緒に寝泊まりすんの。こんなところに僕たち入って本当にいいんですか。いいらしいよ。すっごく値段が高いとか。どうすんだろうなその辺は。高校生がそんな心配すんなよ。ぼったくったりしないって。ぼったくったりはしないということは一応宿泊費は取るってこと。理事長が言うには、うん、部屋を開けておくのは設備の無駄遣いで好ましくない。ほう。格安でも貸した方が。ああ、一応お金は取るんだね。まあそうだよね。うん、確かに。どうしても気になるなら、うん、庭掃除でもして、お、設備のメンテナンスに協力してやってよ。そうだよ、掃除したり朝のご飯作ったりお弁当作ったりしろよお前ら。ありがとうございます。そうすれば私の好感度は上がるかもしれないぞ。それだけ昨日の演奏には人を動かす力があったってことだろ。ああ、なるほどな。一応理事長も聞きに来てたのか。じゃあ俺はここで。ファンと2の時のなんか理事の人たちはどうしようもない人たちばっかりだったけどな、今の人たちはいい人たちの。本当にいい施設だ、うん、こんな広い寮があるなんて。さすがは清掃学院ですね。やっぱそうだよね、雰囲気いいとこだと思うよね。なんで京也とか最初怖がってたんだろう。お化け屋敷みたいな感じで。これから部員一同、はい、よろしくお願いします。ああ、キサラギ君お願いします。こちらこそ。あ、そっちか、よろしく。そっちのキサラギ君か。え、だってここに住んでんの京也でしょ。死生館高校の5人がなんだっけ、菩提樹寮に住むことになった。マジっすか。今日はついてる。おお、一緒に住めるなんてもう最高。いや、なんかちょっと怖いんですけどこいつ。こいつ怖いんですけど。お前覗くなよお前。ニアのところは行っていいけど私のところは覗くなよ。近い近い。君の演奏を聞いて、ああ、むちゃくちゃ感動したんだ。あ、まあだろうね。うん、そんな顔してる。すごいそんな顔してる。これから一緒に練習できるなんて。ああ、うん、そっちね。毎日一緒に入れるなんて超ラッキー。あ、そっか、一緒に練習できるメンバーが増えんのか。お近づきの印に、ああ、まずはメアド交換しよう。あ、メアドか。そっか、 LINE じゃないんだな。ないもんなこの時代多分。一緒に練習できるようになりました。新たな連絡先。ちょっと待て。新二人って書いてある。何気安くくっついてんだよ。そうだよ、何勝手にくっついてんだよ。京也の許可を取れ。すみません。早速うちの部員が揉め事を。いやでもこの人はレベル高いでしょ。この人と、うん、練習すれば絶対技術力上がるでしょ。楽しみだぜ。部長もメアド交換しましょうよ。そうですよ、しましょう。僕もしよう、しよう。僕はいいよ、あまりメールは使わないし。むしろあなたと一番練習したい。でも不便ですよ。そうだよ、一緒に練習したりするのに絶対連絡先知ってた方がいいですって。そうだぞ。新たは不純な目的で女子のメアドを集めてるだけだ。笹かまも交換しようぜ。呼ぶかどうかわかんないけど。そんなこと言うなら加納先輩にはこっから先お女の子一人も紹介しない。普段してたのか。してたんだな。お前してもらっといてよく言えたな今のセリフ。恥ずかしいからいい加減にしておきなさいみんな。うわ、それはともかく、はい、もしもの時のために。そうだよ、連絡先はお知らせすべきですね。よろしくお願いします。僕の番号を書いておきますから、はい、何かあったら連絡してください。あれ、もう一人は、もう一人いますよね。学ランの裏地が派手なやつがいますよね。あいつはどこ行った。八木沢二人練習家の。おお、びっくりした。あ、新幹線か。あまねかな。おお、音リアルだな。部長。え、誰。結果が届きました。誰。東日本大会2日目は、うん、横浜あまね学園が制した。いや、もうちょっとこれ以上新キャラ増えるともう覚えきれないよ。ちょっと1日目は予想通り清掃学園、はい、神奈川から2校の出場になります。はい。え、で君は高校生なの。高校生なの。清掃はちゃんと上がってきた。上々だ、上々だ。そうでなければ意味はない。ほう、清掃学園。俺をせいぜい楽しませてくれ。なんなのこの熱血漫画みたいなセリフ。本当に俺をせいぜい楽しませてくれよ。音楽だよねこのゲーム。音楽だよね。歓迎会を開くことになった。え、昼は残念会で、え、昼もやったのに夜もやんの。ああ、うわ、すっ
っごいいろいろ買ってきたね。どれから食べようかな。っていうか新たな身長ってどんぐらいあるの。すごい高い気がするんだけど、こうやって並んでみると。なんだ、うん、せっかくの歓迎会だというから来てみれば。遅いな君。飲み食いして終わりか。もっと何か面白い余興でも。余興気軽に贅沢に言いやがって。ただ飯食ってるんだからおとなしくして。あ、飯はただなんだ。ただ飯かどうかはこの際関係ない。なあ、うん、我が友よ。なんだよ。こんないい機会なんだ。なんだよ。もう少し楽しまなければ。何をさせるつもりだよ私に。怖いんだけどこの人。肝試し。何を言い出すんだこの人は。肝試し。あ、いたんだ。そう、夏の定番だろ。あ、とりあえず歓迎会だからみんなここでご飯食べてんのか。いつの間にか肝試しをすること。なんで本当にやるんだよ。なんでみんな賛成してるの。なんなの。肝試しの内容をペオを組んで墓地に行ってラムネを取ってくるというものらしい。ちょっと罰当たりだからやめて。ほんと、さあ舞台は失礼だぞ。おい。うまくやれ。何を言ってんの。何をうまくやんの。てか墓地はガチでやめた方がいいよ。え、どうするこれ。誰と行った方がいいのこれ。何の会話もしてない穂積しろと行くこれ。え、どうする。一番じゃあ低い人。一番低い人。お、すごい兄弟一差。すごい。270、252、45、42。はい、穂積四郎の勝利です。じゃあ行こうか穂積。行くぞ。この人だったらまあ肝試しは怖くないだろう。いや、どうだろう、こういうタイプに限ってお化けとか怖かったりするかもしれない。どうなんだろう。喋れ。さっきから会話がない。ですよね、ですよね。ぼこしたもんね昨日私。黙ったまま歩いているとより怖さが増す気がする。何か話しかけようか。あんた、うん、もしかして怖いのか。怖いよ君が。うなずく。首を横に振る。笑ってごまかす。もう一応怖いでいいかな。怖いです。そうか。助け、頼りにしてます。上がる、上がるの。何を持って上がった今。どういう思考回路で、ま、上がったんだ今。わかんないこの人。確か、うん、ラムネを取ってくるんだったな。そうですね、はい。うわ、え、誰、笹鎌か今の声。え、なんだいきなり。穂積にしがみつき、変な叫び声が聞こえたことを訴えた。叫び声。あ、私が飛びついたの穂積四郎に。なんてこと。何も。うまくやったな。聞こえない。おい、もう大丈夫。大丈夫。早く離れろ。いつまでしがみついてんだ。いや、もうこのまま行きましょうよ。驚かせよって。約束だろ。何が出てきたの。穂積を驚かせかとるとについて。ごめんなさい、うつむく、開き直る。ごめんなさい、すいません。いや、そうじゃない。あ、だろうね、うん、そうだと思った。たく、なんなんだ。お、あんたといると。お、調子狂う。調子狂う、来たね。ドボルザーク好きなんでしょ。2号線。もたもたしてっと、次の奴らが来る。ちょっと私とドボルザークの話しようぜ。墓地で。おい、うん、俺の後ろを歩くな。俺の後ろに立つんじゃねえ。隣に来い。隣、はい、隣にいただきます。そうすりゃ、うん、いざって時に頼れんねえ。俺がきちっと守ってやっから。言うじゃない。穂積四郎分かってんじゃない。頼れる男。行くぞ。昨日ガン泣きしてたけどな。何その笑顔。どうした急に。一気に距離が縮まったな。おい、え、終わりっすか。な、え、終わりっすか。はい、というわけでちょっと30分超えちゃいましたけど、2つに割るほどじゃないかな。はい、というわけでじゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。
ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それではごきげんよう。チャオ。明日の朝はラッパの音で目覚めるんじゃないか。